ございます。おはようございます。あれ、今日はなんかなかなか見ない顔の方がいらっしゃいますねなんと今回お呼びしたのはいつも動画を編集していただいてるあちゃんさんです。はい、イエーイ、あちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回なんであちゃんさんに来ていただいたかっていうと、実は6月25日あちゃんさんの誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、本当いつも編集していただいてるので、こういう時にね、紹介していきたいなということで呼びましたありがとうございます。いえいえいえ、すいません。ちょっと私本当はこんなの聞きたくないんですけども、はい、女性には聞いちゃいけないんですけど、はい、何歳になって、あ、もう秘密だったら秘密で全然いいですし、全然全然、10A の17歳で言っていただいても構いませんが、はい、何歳になったんですか。はい、あの、うん、30になりました。あ、じゃあ岩田さんと同い年。岩田さんが一つ上ですか。里海さんと同じ。長く会ってるからもう全然分からなかった。あ、そうだったんですね。そうなんです。30にどうですか。30になった気持ちは友達が結婚しました。友達が結婚しました。つらいよ、苦しいよ。なんかその結婚式出てやめよう、この話はやめようやめようやめよう。ちょっといくつかの質問をさせていただくので、まあ、気軽に答えていただいて、で、ちなみに毎日動画の編集はさざなみさんがやってるんですけども、はい、あっちゃんさんっていつも何の編集されてるんですかね。私は仕事を、ゲームの何ですか、全部ゲームなんですけどモンストとか、モンスト、シャドーバース、シャドーバース、オセロニアと、オセロニア、あとスクープ系と、あ待って、あのファミツアップのほぼを占めているんじゃないだろうか。もしかしてこれ知ってるもそうだし、ほぼやってます。おすすめ新作とか、おすすめ、もうねファミツアップを支えてたこの女性ですよ。いや、いつもありがとうございます。みんなコメントでもみんなありがとうでちゃんと書くんだよ、本当に。もうここだからぶっちゃける話、大変なのって何ですか。大変なのですか。大変なのですか。ちょっとお母さん、ね、発生しないで。これ。あ、これ。これし。あ、いや、もういいえ、もう目黒さん。いないが大丈夫かな、本当に。そうです。本当にそうですよ。結構やっぱ撮る時間がちょっと長いから編集するのが大変みたいな感じですかね。そうですね、やっぱりこう作品に対してこう熱があるとこう、うん、やっぱ長くなっちゃう、ボリュームがあるので、それをこう厳選するのがまた心が痛いです。それをこう厳選するのがまた心が痛いです。痛い。もうほんと優しいよ、もうあっちゃんさん、ありがとうございます。もういや嬉しい限りです、はい、あっちゃんさんのことについてちょっとだけ詳しく知りたいなということで、はい、あっちゃんさんが人生生まれてこの方、はい、一番もらって嬉しかったプレゼントって何ですかね。何ですかね、うん、何ですかね、もう記憶がちょっとなんだろう、最近頭が痛くなるんですよね昨日も財布を忘れて、そうですね、なんだろう、でもなんですかね、もうでもこうなってくるとやっぱりもう物とかじゃないですよね、もう物とかじゃないですよね、もうなんか物だと別にまあまあ自分でも買えるしみたいな、ね、やっぱなんかこうありがとうっていう気持ちが一番のプレゼント。気持ちいやなんかこうなんだ、お手紙、寄せ書きとか、友達からの寄せ書きとか、なんかこう遊びに行った時のアルバムとか、そういうのを前もらったりしたことがあって、それは嬉しいですね。いや、確かにそれは嬉しいですよ、思い出をこうくれるのは。やだ、いい女じゃないですか。いいこと言えたばっちゃんさんはゲームってやられますか。ゲームは人並みに、人並みには、はい、じゃあその人並みにやったゲームの中で人生のゲームっていうか、人にもおすすめしたいし、自分はこのゲームをやって変わったみたいなゲームってありますか。でもやっぱりあれですかね、その小学生の時とか、そのテレビゲーム、スーパーファミコンとかプレイステーションとかは一人でずっとやってたので、あれですかね、ときめきメモリアル2ですか。ときめき2? ときめきメモリアル2ですか。ときめき2? なるほどね。もうすごい
好きで、もうでも小学校の時だったんですけど、すごいですね、小学校の時にときめも2やるって。ときめも2を近所の、あのおじさんからもらって、 おじさんから、はい、おじさんもらいいただきましてやったんですけど、うんうん、すごい楽しいんですけど、うん、その当時も誰もやっぱり友達でやってる人がいなくて、 そうですよね、そうなんですよ、もうひたすら帰って一人でこう攻略して、この子みたいな、この子もう全部覚えてました、選択肢、もうここの選択肢はこれだみたいな、こいつは映画が好きだみたいな、すごいやってこう。じゃあ今でももしプレイしたら覚えてるぐらいには、いやなんかビーターを買ったんですよ、うんうん、それでビータってこう昔のゲームとかできるじゃないですか、やりますね、それでやったんですけど全然覚えてなくて、あ、覚えてなかったの、もうなんか悲しくなってやってないですそこでちょっとだけやってない、まあ綺麗な思い出として、うん、そうですね、人にもう人生変えたゲームは、うん、ときめも2と、そうですね、あの辺からちょっとやっぱり風向きが、人生の風向きがちょっとオタク寄りに人生の風向きがちょっとオタク寄りにグイッとなったような、小学生で傾くぐらいすごいゲーム皆さんぜひやってみてくださいビータで配信されてますよ、よかったらお願いします最後に視聴者の皆さんに何か一言いただけますか、はい、何か一言ですか、何か一言視聴者の皆さんに、そうですね、はい、いつもお世話になっております何かあの編集点で改善した方がいい箇所などありましたらコメント欄まで、お願いいたします、すごい成長を求める女です、もうありがとうございます、はい、皆さんこんないい人なんで本当に今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いします、ということで、あきおさん本日6月25日お誕生日おめでとうございます、私も素敵な1年になることを祈ってます、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんここまでご視聴ありがとうございます、それでは明日の7時にお会いしましょう、いってらっしゃい、バイバイ